どうも、尾形千恵里担当プロデュースのテクタンと申します。はい、本日のタイプセレクトガシャはパッションアイドルのみが出現するガシャとなっております。こちらのノーデート1日1回無料10連引いていきたいと思います。はい、ということで、タイプセレクトガシャ今日でラスト、パッションタイプでラストとなります。はい、パッションタイプで狙う SS レアなんですけれども、私パッションの子がね結構持ってて、割とね他のタイプに比べたら結構持ってて、誰かなーってところないけど、ユッコが欲しいね。ユッコ、セクギル揃えたいのもあるし、あとは副担当のユッキ、SS レアね限定しか持ってなくて、工場の SS レアも欲しいなと思ってるので、この2人が欲しいなと思っております。はい、ガシャの流れ的にはね、昨日クールタイプのセレクトガシャで SS レアが出ました。かぶりとはいえども SS レア出たんで、今日はね流れ来てくれるかなっていう心配をしております。はい、じゃあ納税を引きましょう。お願いします。ロードがない、ロードがない、なんで。はい、シュガハでした。いや、安定のレアだね。 S レア昨日出たんは出たんやけど、未所持じゃなかったんでね。じゃあ、10連の方引いていきたいと思います。お願いします、お願いします。新規の SS レアお願いします、お願いします、お願い。シンデレラ、ダメじゃんダメじゃん、ロードないじゃん、最低保証やん。さすがに2日連チャンはね、前2日連チャンで出たけど、そうも甘くはないか。あ、キャシー2連チャン。はい、ともかちゃんも持っておりました。はい、フレッシュチアガールともかちゃんということで、まあロードなしから分かるように新規なし、SS レアもんなし、最低保証でした。はい、明日はねガシャ更新の日なんで、パッション引くかガシャ更新の方で引くかやけど、まあもちろんね新しい SS レアアイドル目指して明日はガシャ更新後に引いていきたいと思います。はい、シルエットだけ出てたね、シルエットだけこんな感じで、ツイッターでねいろいろ議論されていますが、誰でしょうね、楽しみですね。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。